考えたら2002年のワールドカップの決勝、この日韓の大会だったんですが、まあ、ドイツとブラジルの決勝でした。相馬いきます。相馬、相馬中へ入っていった。いいボールしてますけどね。ねえねえ、相馬、おう、危ない。で、あの列ももちろんあの速いんですが、それ以上にやっぱりリーグに戻るともっと速いプレーが出てくるわけですよね。はい、そうですね。まあ、そこへの対応ということになりますが、サレハビッチが下がっていきます。まあ、あの感じで西田が出てきましたけどね。はい、あれ上がっても誰もいないですからね。山田、相馬、相馬、うん、ここもボールが出ています。おそらくね、はい、ピッチのここでハグリーブスに行く。ここハウトはまだ仮見とはなかった。まあ、ドレファーというキーパーは66人の前なんですが、2003年夏に一旦引き下がった引退をしたのですが、また復帰しています。おっと、ここはカードですか。うん、初めてのカードになりました。やっぱり一番後半になって、相馬が相手を混乱させてますよね。はい、でカリビにイエローカードです。まあ、ここある意味ではアジアというこの日本という意識もどこかにあるわけですが、あと今日のゲームでカリビが自分のパフォーマンス出せないんです。そうなんですね、ちょっとイライラもあるからそうです、はい、アレックス、相馬、プロベが中にいます。おー、そのカリビです。気持ち入ってます。アレックス、うん、サイドした。そして相馬、相馬、相馬、相馬粘る。まだ持っているか。おお、最後カリミ、相馬、坂井と山田とね、はい、山田もよく動いてますね。かばした相馬、速いボール入れたんですが、と思いますよ、はい、そんな中でまあうまくいってないカリミなどもね、はい、もう身長穏やかじゃないですよ。相馬早いぞ。さあ相馬もう一回回った、いいプレーだ。相馬でやったシュート、山田との今面白いプレーなんですね、はい、うん、ビデオ監督です。もう少しペナルティエリアのあたりでこういうプレー欲しいですよね、もう一つ欲しいんですよね、はい、そうしないと崩れないですよ、まあ、現役時代はこのバイオルンで栄光を手にした一人になりますが、まあ、黄金期を築いた一人ですからね。そうですね、まあ、バイオルンの歴史というのが、はい、あのベッケンバーガー、そうですね、ゲルト・ミューラー、その辺が出てきてからですか、はい、ね、アレックス、やった、カリミ、あっとこれはファウルになりました。相馬のファウルです。以上、彼らもね、でやっぱり引き分けよりは勝ちたいわけですから、はい、このとこ点への集中力というのを、まあ、出していきたいんですが、時間も43分です。相馬いった、相馬、相馬、まだいます。逆に今はレッツの方にチャンスが生まれると思いますからね。ただ今相馬一人なんですよね、あそこで屈辱ですよ、これなんで、ね、ドイツの、まあ、トップチームになるわけですから、手は変えません。カリミ、ね、こういう相手は最後には引き分けて変えるというケースが結構多いじゃないですか、はい、とするとこのロスタイム本当に